とんでもない嘘なんです。我々 GHQ がすることには一切逆らってはいけないんだ。明確な国際法違反なんです。いまだに、無条件降伏ということが言われてますよね。ついこの間も8月になると戦争に関する報道がたくさん流れますけど、 NHK でも使ってました。日本は無条件降伏しましたって言いましたね。これ実はとんでもない嘘なんです。はい、ポツダム宣言には明確にこういうふうに書いてあります。第5項でですね、我らの条件は以下の通りで、これに代わる条件は存在しない。つまり条件を6項から13項までつらつらと挙げています。でその中にさっきちょっと申し上げた、我らの不良を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられる。あるいは9項にはこう書いてあります。日本軍隊は完全武装解除後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会が与えられる。はい、あるいは13項、日本政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、その行動の誠意について適当かつ十分な保障を提供するよう要求する、など書いてあるんですね。つまり6項から13項までの条件はつけますと、これで降伏しなさいとこう言ったんですね。はい、だから、これは条件のある降伏なんです。なんで無条件降伏という一部誤解が生まれたかというと、13項、日本政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、この部分の無条件降伏という言葉を抜き出して、これを宣伝されたから日本は無条件降伏したという誤解が広がったんです。実はこれ、軍隊は無条件に降伏しなさいというだけのことなんですね。それは戦争をやめるわけですから、武装を解除してもう戦争しませんというわけです。日本国自体が無条件降伏したわけじゃないんですね。でこのことは、まあ、ポツダム宣言の宣言を見ればもう明らかなんですね。ところがマッカーサーはこれを日本が無条件降伏したんだと盛んに言います。はい、なんで言ったかというと、日本人大変おとなしいですから、勝てば官軍という言葉ありますよね。勝った方が何でも許されるというような、その諦めの境地っていうんですかね。はい、日本はこの戦争で負けたんだから仕方ないんだと、勝てば官軍なんだという、その実はこれ誤った考え方なんですが、誤った境地に達しているということを知ってか知らずか、マッカーサーはお前たちは無条件降伏したんだから、我々 GHQ がすることには一切逆らってはいけないんだという、まあプロパガンダに利用したんですね。はい、その結果勝手に憲法を作って、これを国会で承認させてっていうことをやりました。これは実は国際法上は明確な国際法違反なんです。戦争が行われて勝った方がその負けた方の国の法規範を勝手に作ってはいけないというのは、これ確立された国際法規ですから、そんなことしちゃいけないんですね。はい、あるいは東京裁判というとんでもないその正義に反する裁判もお前たちは受け入れなきゃいけないんだとかね、あるいは米軍の兵士が犯す犯罪については、お前らは一切その日本の法廷で裁いてはいけないんだとかね、あるいは日本の報道機関が報道しようとするものは全て GHQ の都合の悪いものは検閲して、もう一切報道させない、そんな正義に反することも俺たちは勝ったんだから許されるんだとかね、まあらゆるそのいわば占領政策に都合のいい、まあ、プロパガンダとして無条件降伏という言葉を使ったんですね。はい、でそれが未だに生きてきていると。あるいは公職追放もありましたね。はい、何でもかんでも GHQ に逆らいそうなものは全部公職追放するんだと。はい、これ実は憲法学者でもですね、実は日本国憲法
を GHQ が作って勝手に国会が承認するということが行われる頃ですね、いわゆる東大教授の宮沢さんという人はそんなことをしてはいけないんだと、いうことを一瞬主張されたんですよ。ところが GHQ に睨まれて公職追放される恐れを感じて、あっという間に、宮沢さんは8月革命説というね、日本は終戦によって、国民自らが革命を起こして民主主義国家に生まれ変わって、そして憲法を作ったんだというわけのわかんない学説を唱え始めまして、公職追放を免れるということにもなりましたね。まあそんな理不尽なことはですね、たくさん行われたのが GHQ による占領だったんですが、そのプロパガンダとして使われたのがこの無条件降伏という言葉。私は実はですね、あるツイッターで、この東京裁判と一切関係のないところでね、こういうことをしたらそれはこれについての永久戦犯ですよみたいな言葉をこう使ったんですよね。そしたら一部の方にですね、怒られまして、いやお前永久戦犯という言葉を使っていいのかと、東京裁判のことを知ってんのかと、永久戦犯というのは実は GHQ が作り出したとんでもない冤罪なんだぞという、まあそういう趣旨のお叱りを受けまして、いや僕は確かに東京裁判のことは知っているし、東京裁判がどんだけひどいものかってことも知ってるけれども、ただ永久戦犯という言葉が一般的な言葉として日本の中で定着してしまってですね、何かがあるとこれについて一番何ですか、責任を負うべき人のことを永久戦犯というふうにこう言ってしまいがちですよね。はい、でそれから私も考え方を改めまして、むやみやたらに永久戦犯という言葉は使わないようにしてますがね、それがいいかどうかは別として、はい、そういうふうにしてます。老兵は死なず、ただ消えゆくのみと、かっこよかったんでしょうね。まずね、やっぱり軍人だなと思いますね。チャンネル登録高評価していただけると励みになります。